え、これ全部太めじゃないですか。すごいっすね。こんな種類あるんだ。え、これ開けていいですか。え、あった。はい、やった。お、開けた瞬間からめっちゃいい匂いだ。あ、ネットまで入ってる。おお、すごい、いい匂い。これはあれかな、ヒノキ的なやつでしょ。どう、フレッシュハーブ。まあ似たようなもん。ちょっと他の匂いも嗅いでみたいな。実はね、もうここにね、実は用意していただいてるんで、自分がちょっとね、キキフットメジしてみたいと思います。いきますよ。フレッシュピーチ。あ、フローラルピーチ。ニアミス。いきますよ。あ、これ、わかりやすいですね。ラベンダー。あ、おしゃれ。ラベンダーだけじゃなくカモミールもあるみたいです。ラベンダーカモミールちょっとでも今半分あったんですね。あ、うん、あ、でもずっと嗅いでられる。足の匂いが本当この匂いだったらずっと嗅いでられますね。ピーチさっき言ったな。オレンジ。あ、惜しい。パッションシトラス。聞いただけよ。あ、懐かしい。あー、懐かしい。これレモンでしょ。あ、おしゃれ。炭酸レモンでしたね。なんか何かしら足されてますね。レモンだけじゃなく。あ、あ、ミント。え、違う。でもただのミントじゃないかな。クールミント。クールミント。おお！クールミント。でもね、実はここにちっちゃくだったっていうね。それちょっとね、分かっちゃってたんですけど。はい。なるほど。え？え？これですか？お、これが実は数量限定となっているみたいでレアです。炭酸レモンとさっきのクールミント。こちらレアですね。でもこれだけ本当に種類があったら、なんか仲間とかプレゼントしたりできちゃうかも。あの人とかあの人とかですかね。うわ、でもこんだけ種類があるっていうのはすごく嬉しいんじゃないですかね。やっぱり買う人も。僕のお気に入りはね、あのラベンダーを、あの僕だったらちょっとチョイスしたいなと思っております。あ、でもいいな。ということで、僕はラベンダーでお願いします。